ちょっとかわいい。かわすぎ。はい、ちょっと見てみますね。マッサージとか受けられたことありますか？うん、あんまりないです。あんまりあるのはある。はい、あります。あー、ほら、髪の毛切ったりするときやれたら、あすごい凝ってますね。言われますね。まあ、凝ったら凝ってますね。はい。できる。ここにあげる。いや、あげんすね。力加減いかがでしょうか。あ、すげーいいっすよ。結構ね、まあ、あんまりそのマッサージ行かれてないと思うんで、はい、こう、いい感じには凝ってますね。あー、はい、どうなんですか、針は。その時はいい。硬いですか？取りすぎちゃうときは筋肉が緩むと硬いがきついところとかあれば。でな、痛いかちょっと痛くはない。やっぱ肩甲骨の間とか、あなるほど、ちょっと肩甲骨行きましょうか。はいはい、よくね、こちらのチェアで、チェアじゃない、まあ、チェアって言って、はい、できます。はい、ちょっと肩甲骨行きましょう。はい、この動画はどうでもいい。肩甲骨探しっていうのをちょっとやってみます。これ効きそうやな。じゃあ、なんかうんちくりにしましょう。はい、そしたらね、2コブラック、1コブラック。よかったら見てみてください。動画いっぱい上げてますんで。普段はちょっとあの宮古町におるんですけど、今日たまたまです。この人はね、人の相談に乗ることが多くて、どうでしょう。人の相談を答えてたぶん、なかなかこんなところは触ってもらえる、ね、ことでないんで、はい、本当。あ、あった92。いいね、いいね。あ、めちゃめちゃサムネで釣っとるやないですか。今出てる、今出てる。いや、はい、ほらいいよ、はい、マッサージしてめちゃめちゃサムネで釣ってる。どっかでいつかも4人組店持たんとね。あ、持ってますよ。あ、持ってる。剣でやってる。県でやってます。もちろんプロでやっております。なんで今路上でホイリーの。あー、いや、まあ単純にやってみたかったっていう一心で始めたんですけど、はい、これあの全国ではやってる方いますんで、あ、はい、要はまあ自分もやってみたいなっていうことで。これはいっぱい硬い系。硬そうですね。硬そうですね。宣伝活動みたいな。まあ宣伝、まあまあほぼほぼなるようなならんような感じですけど、まあでも自分高めですよね。もう単純に。針行きましょう。3週に行ったら予約していく。うん、右の方がやっぱ悪いですね。あ、なるほどね。ちょっとあの指の入りが悪いんで。あの左右がやっぱあのいまいちバランスが悪いとは言われてます。あ、まあそれはしょうがないし、まあ人間なんで、はい、左右バランスも崩れてきます。俺のここの筋肉歪んでるって言われたこともあります。それ一番なんですし。はい。してりゃ歪みの一つも出てきますからね。足の長さが違うって言われたこともありますよね。それはよくありますね。結構ね、あの靴の減りとか見ていったら、やっぱりその歩き方違うんで減りが違うんですよね。はい、ってことは結構ズレが来てると思います。あと子供の頃からずっと猫背って言われてたし。ああ、ビクビク。日本人は猫背ですからね。もう本当なるべく胸張ってね。まあでも肩はこれぐらいだったらまあいい方ですが、もっと硬いと思う。すごい硬いですからね。絶対言ったらめっちゃ硬いって言われる。いや、多分分かってる。いやいや、ないけど取るって言いますよ。はい、ちょっと腕いきましょう。はい、もう自由にこう動くけんな。多分筋肉の塊。足と腕どっちがいいですか。ね、足以外割と悪くて、割と悪くて、今ここがビリビリって痺れたりすることがあるんで、ちょっと見ましょう。はい、じゃあこれね、足を乗せる感じでお願いします。ね、でもな、俺ちょっと待ってくださいね。速いわけよ。これ自転車的にね。じゃあ、もうだいぶ暗いな今日。はい、失礼します。
じゃあこのままね。はい。サムネ的には女性の方が強いです。間違いないですね。間違いですよ。もうフラグマッチョクでマッチョクでされてたし、ここがビリビリってしびれたりする。正座した時。ああ、正座した時ね。いや、マジで正座した時。病院行ったこともある。で、正座の方が。なかなか治ることって難しいですよ、はい、本当一応レントゲン撮ってね、うん、見て異常なしって言ってなんとか症状は言われたりとか、うん、難しいな、うん、こればっかりはね、痛みっていうの本当難しいですからね、こういった歩いていったり立ったりするとあんまり全然痛くないんですけど、うん、低いものの音を取るときに正座したり、下にお前で沈むときに正座したり、そこにビリッと効く。こうですよね。はいはい、その辺が。薬とか、もらって2週間くらいは飲んで、あんまり薬も飲みたくないので。あんまり薬に耐えるのは悪いですね。まあまあ、でもこういったマッサージもいいんですけどね、ほんとね。いやいや、全然気持ちいいですもんね、これね。抑えられるには。あとなんか放射能みたいなのを当ててもらったりしたこともある。ああ、難しいと思うんですよ、でも。何が正解で治るっていうのは本当わからんですけどね。まあ、どっか正解のよう、こう、糸筋って道筋っていうかな、まあ、あると思うんですけどね。はい。まあ、なかなかでもそこまで行き着くのに、こう、いろいろ試してたら逆に悪くなったっていうケースもね、多いんで、ほんと。病院がいいっていうわけでもないけど、意外とほらまだ、まあ、生活習慣の、ね、見直しとか、まあ、そういったところからも必要ですし、やっぱり筋肉のついてるついてないっていうのもありますんでね。こっちはどうですか？あ、そっちは、膝がカクカクいります、こっちは。膝で、軟骨。スクワットとかした時に必ずキックポキッてなる。あんまりなそうですね。今は良くてもやっぱ60代70代で結構来るパターンが多いですね、はい、どうしても軟骨なんですり減っちまうんで、はい、もうそこ消耗品なんでね、はい、なるべくこう蓋をかけずにやっていかないとやっぱ将来きつくなりますよね。整形外科とか行った時ももう加齢って言われるんで、そうです、はい、で最終的には人工関節っていう、まあ、道筋にはなってきますんで、まあ気をつけた方がいい。なるべくまああと太らないことかな。あ、うん、そうなんですよ。でも本当に太ってくるんですよね。あ、しょうがない。やっぱ年齢には勝てませんので、自分も大体30代ですけど。え、そうですか。もう太ってきた結構。だからカロリーがこう。ですよね。そういうのに今ラーメンとか食ってくるスタッフで本当に。220。いいじゃないですか。いいじゃないですか、ね。そこラーメンうまかったんで本当に。いやっぱり、ね、心の、ね、栄養って必要なんですよ。楽しんでの人生なんです。あ、ですよね。やっぱりね、こういったことも必要なんで、こういったこともいいんですよ、たまには。マッサージする。でも若い頃って飲んだ後ってそこまでラーメン食いてえなとか思ってなかったのに、うん、今ラーメン食ってたらうまいっすよね。なんで飲んだ後のラーメンって美味しいんでしょうね。なんで入るのかと思って。わかる。ラーメンってジャンクの中では本当にすんなり入りますからね、うん、入りますよね、本当入りますよね。わかります、それは。はい、じゃあ一回食べますね。じゃあちょっとね、最初にちょっともう一回肩いってもらいたいですね。はい、そうでした。火曜日の朝の火曜日火曜日火で、筋肉出るんだけど、肩こりはごめん、疲れね、もう溜まってきますよ、こんなところ。はい、それも野球の公式試合があるんで、ソフトボールしましょう。いや、だから言ったっす。でも俺が行きませんって言ったらもう危険よ。俺がおるからって言えば。俺もそれ言われた。ただ、皆さん行かんかったら危険やで。誰がしてたの？ただ。野球、日本の球のグループやる。もちろん。いや、全部やる。だからではもう、やっぱり行くも全部困る。俺はずっと昔はしようったし、サードやったら一人より前に守備できる人。で、俺な、知らんけど、初めてする人が、流れました。それできる人が流れました。どうか強いと思いますよ、本当ね。ちょっとのもみでもね、血流全然良くなりますので、本当。足回りとかね、本当ね、ふくらはぎとかすごい血溜まってますんでね、本当いいと思います。インラインスケートとかスケートとか、初めて履いて滑れるっていうな。
俺自分でも止まったよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。超気持ちよかった。痛いとかじゃなくて、適度な感じで。適度です。一応